パルガナコーヒー5時間作った男、よろしくお願いします。いやね、見つけたんですよ、究極のタルガナコーヒーのレシピ。先日今韓国ですごい流行っているっていう、アレンジコーヒー、タルガナコーヒーっていうドリンクの、作る動画を上げたんですけども、コメントで、いやそれ分量ちゃうんちゃうとか、いろいろご指摘いただきまして、今日僕朝会社来て、焙煎、ちょろっと、して、そっからずっとタルガナコーヒーずっとかき混ぜたんですよ。でいろいろ実験してて、やっとそのめちゃめちゃ美味しいそのコーヒークリームができて、それを使ったタルガナコーヒーがちょっと完成したので、ちょっと今回ご紹介しようと思います。で使うものが、普通のタルガナコーヒーのレシピがインスタントコーヒー、お湯、そして、砂糖を、1対1対1の割合で混ぜるんですけど、今回使うのは、濃縮液、コーヒーの濃縮液を使います。あとちょっとこちら普通のお砂糖じゃなくて、ロザッティっていうお砂糖があって、これコーヒー専用の砂糖なんですよ。で何が違うかっていうと、普通の砂糖を、糖液っていうんですかね、液体の状態の糖にカラメルを少し、混ぜて、こういう粒子状にしたもので、これ結構コーヒーと相性が良くて、でこれを使ったものが一番美味しかったので、それをちょっと今回ご紹介しようと思います。はい、じゃあ早速濃縮液から、作っていきます。こちら前回、前の前の動画かなでちょっと紹介しているレシピなんで、そちら見てくださった方は全然飛ばしてもらって大丈夫です。じゃあまず、前回と同様、今回 100cc の濃縮液を使います。それに使うのが、40cc、ごめんなさい、それに使うのが 40g の、細引きにしたコーヒーをこちら用意していただいて、で あと今回のその、タルゴナコーヒーに使うのは、深入りがおすすめです。結構、何回か試して浅入りとかもやったんですけど、この濃縮コーヒー普通に浅入りでやって牛乳で割ったりしてもめちゃめちゃ美味しいんですけど、今回ちょっと多めに砂糖を使うので、僕が試した限りその普通の浅入りだとちょっと負けちゃうんですよね。おそらく高いしっかりとしたスペシャリティコーヒーとかだったら、もっと美味しくなると思うんですけども、今回自宅でも簡単にできるように、普通の、深入りで、それを細引きにしたものを使います。じゃあまずこちら、普通のドリップと同じように蒸らしをします。では蒸らしをしたら、120cc のお湯を、3回から約4回に分けて注いでいきます。なので最初は40cc ぐらいですかね、 40cc ほどざーっと注いでいただいて、でこちらのスプーンを使って攪拌をします。こちら結構荒っぽく混ぜていただいて大丈夫です。でしっかり、そこに溜まっているコーヒーまでかき混ぜたら、少し待つ、落ちきるまで待ちます。でなんで今回インスタントコーヒーじゃなくて濃縮コーヒーを使うかっていうと、結構僕も最初インスタントコーヒーで試してたんですよ。量調整したりとかで。ただやっぱインスタントコーヒーって結構その苦味がちょっと強くて、特にその際立つちょっと刺すような苦味がちょっとどうしてもやっぱ量少なくしてもちょっと残っちゃったんですよね。で前回の動画のコメントで紹介していたこの濃縮コーヒー使えないんですかっていうちょっとコメントをちょっといただいてて、それや思って、で濃縮液コーヒーでいろいろ試したところ、そのインスタントコーヒーよりはかなり美味しく飲めるその、コーヒークリームができたとっていうので、ちょっと今回この濃縮液コーヒーを使っています。では、ぼちぼち濃縮コーヒーも完成ですね。じゃあ次の工程に移ります。じゃあ濃縮液コーヒーが、作り終わりましたら、タルガナコーヒーの、一番特徴と言うんですか、コーヒークリームを作っていきます。まず、容量なんですけど、いろいろちょっと調整しまして、やはりタルガナコーヒーって全ての分量を大さじ2杯ずつ入れるっていう、体積で計算されているんですけど、やっぱちょっといろいろ調整していると、グラム数で測った方が分かりやすいと思ったので、ちょっと今回グラム数でいきます。まず、先ほど作った濃縮コーヒーを、30cc
こちらのボウルに入れまして、でここに、お砂糖を 20g、まあ、ぐらい入れます。まあ、これもちょっと好みで、まあ、僕はずっと20、こちらのこれまあ1包 6g 入りなんで3つずっと試してたんですけど、まあ、大体15g からまあ、大体 30g の間で調整していただいたらいいと思います。入れていきます。でなんでこのロザッティを使ってるかっていうと、まあ、お砂糖を、上白糖とあとグラニュー糖と、まあ、この、まあ、最終的にこのロザッティになったんですけど試してて、で上白糖を使ってるとなんていうんですかね、ちょっとわざとらしい甘みというか、まあ、インスタントコーヒー同様にその甘みがすごい際立っちゃうんですよね。でインスタントコーヒーと上白糖を使った時にまあ、味がバラバラというか、グラニュー糖でも、別に大丈夫です。グラニュー糖でも、まあ、味の仕上がりはまあさほど変わらなくて、ただロザッティの方がちょっと美味しいかなっていう風でちょっとロザッティにしました。で、今こちらにコーヒー濃縮液 30cc、 そして、お砂糖 20g、入れていただきましたら、あとはこれをかき混ぜるだけです。でまあいろいろ試してたんですけど、体感どんぐらいかな、気持ちやっぱインスタントコーヒーであった方が早くなんか角というか立ちます。わかんないです、僕の体力の話かもしれないんですけど、この濃縮液コーヒーと砂糖を混ぜた時だと大体15分ぐらいかな。タルゴのコーヒー400回って書いてるんですけど、400回じゃ多分できなくて15分ぐらい混ぜ続けます。じゃあ混ぜ続けます。今ちょうど2分半ぐらい、ま、混ぜ続けてて、で今こんな感じですね。まだただちょっとクリーミーなんですけど、まあ、まだちょっと液体の部分が見え隠れしていると。今6分ぐらい混ぜてて、もうだいぶもう液体の箇所はほとんどなくなった感じですね。今こんだけクリーミーになってます。あ、でこれ混ぜてる時に一個気をつけなきゃいけないのが、これ服に飛び散らないように気をつけてください。これさっき僕昼実験してる時に隣に待機してあったコーヒー豆にちょっと粒が飛び散ってたんですけど、それが固まったら本当にこんな感じで、なんかこの接着剤みたいな感じで、この真ん中に見えるこの白いのがこのこいつなんですけど、物に飛び散っちゃうと本当にこんな感じでくっついちゃうので、飛び散らないように気をつけてやってください。ちょっとこれ腕パンパンになるんで飛び道具使います。100均のカプチーノミキサーです。これ僕も使ってたんですけど、最後の方になるとこの泡が結構強くてこれ回らなくなるんですよね。だからこれちょっと使えるの序盤なんで、序盤だけなんで、持ってる人はみんな皆さん序盤にこれガンガン使ってください。あっていう風に飛び散るんで気をつけてください。で今混ぜ始めてちょうど10分超えたぐらいですかね。でまあ途中カプチーノミキサーの力も借りながら、まあ、こんだけ滑らかになりました。もうちょっとだけ混ぜていきます。はい、じゃあとりあえずこれでコーヒークリーム完成間近です。でポイントなんですけど、タルゴのコーヒーのそのレシピには角が立つまでって書いてるんですけど、角が立つまですごいやりすぎると硬くなって、牛乳の上に乗せて一緒に飲むときに全然牛乳入ってこないんですよ。上のクリームが強すぎて、で全然崩れなくなっちゃうので、僕の目安ここら辺です。垂らしてもらって、まあ、ふんわりとこう、まあ、角が立ちそうかなっていう表面にこうすぐ馴染んじゃう感じで、ここでもうかん止めてください。まあ、最後に別にやらなくていいんですけど、今こんな感じで大きい泡が、まあ、ちょっと何か目立つんですよね。これちょっとカップに入れた時にちょっと汚く映っちゃうので、それのこの表面とかこの浮いてる泡をこのカプチーノミキサーを使って、まあちょっときれいにしてあげます。そう、ここまで来るとねカプチーノミキサーもすごい回りづらくなるので、こうやってはいっていう風にカプチーノミキサーでちょっと表面鳴らしてあげると、まあさっきと比べて、まあ、かなりこのフォームがこうテカってるような、こうまあ、大きい泡がなくなって細かい泡になってるんで、すごいもう見栄えも良くなりました。はい、とりあえずこれでコーヒークリーム完成です。で、まあ、よかったらちょっとこの段階で
まあちょっとつまみ食いしてみてください。本当にこれ結構美味しいんですよ。なんかなんだろうな、多分これホットケーキとかにそのまま乗せても美味しいですし、あのヨーグルトとかにもめちゃめちゃ合うと思うんですよ。で僕が一番やりたいのは本当にこれ使ってコーヒーゼリーの上に乗せて、あのミルク入れずに、ミルク入れずにこのコーヒークリームでコーヒーゼリー食べるとか、これ多分めちゃめちゃ美味しいと思うんで、そのコーヒー用じゃなくて、まあ、いろんなことに使えるコーヒークリームなんで、よかったらぜひとも試してみてください。じゃあちょっと前回のリベンジで、早速盛り付けます。前回あのめちゃめちゃ美味しくなさそうに見えたのは本当にあの盛り付け、盛り付け8割ぐらいあると思うんですよね。なので今回ちょっと、まあ、使うのはちょっとちゃんとしたグラス、あのキントっていうメーカーのグラスなんですけど、まあ、これに牛乳入れまして、今先ほど作ったこちらのコーヒークリームをここまでやればちゃんとこう浮くんで、よしこれを上まで注ぎます。僕も初めて知りました、こんなコーヒーと砂糖を永遠に混ぜ続ければこんだけ泡が立つって。見た目大丈夫かな、よしこれで完成ですね。じゃあちょっとまだ今乾さんちょっと仕事で今まだ会社残ってるんで、ちょっと早速ちょっと試飲してもらおうと思います。はい、じゃあ、とりあえず完成しました。まああの前回と比べれば、まあ、かなり出来もいいと思います。見た目もね、うん、うまい、これ間違いない、やっぱこのレシピ。乾さん、乾さん、はい、あの、できました。何が？ついに、もう集結、もうこのなんだっけこれ名前忘れた、なんだっけこれ、タルゴナ、タルゴナでしたっけ、あタルゴナコーヒー、もうタルゴナの戦いよ、うん、もう集結した。できたんですか？これね、いや究極、これバズってるんだね、多分、うん、はい、ちょっとぜひ、なんで？あれ、え、これ何、4時間ぐらいかけてたんですか？今今日4時間、はい、はい、あ、今脱いながら、いや、やめて、あ、待って仕事、はい、これが仕事、え、飲まないですか、マジマジ